人気大学ランキング。どうも、大学紹介チャンネルを運営しているセシミンです。今日は人気大学ランキングについて解説します。なんと先月 JS コーポレーションという会社から人気大学ランキングが公開されました。このランキングすごくて、約20万人の高校生に対して2年間にわたってアンケートを取ったものとなっています。実はこのランキング前回もやっているので、この動画では前回の内容と比較してどれくらいランキングが上位しているのかっていうところも含めて解説しようと思います。詳しく条件を見てみましょう。今回対象となっているのは国立大学、公立大学、私立大学の人気ランキングです。そして集計したのは22年9月30日と、 JS コーポレーションという会社が調べました。期間は2020年4月から2022年9月です。約2年間にわたって調査したものです。公開されているのは各上位30大学です。つまり国立大学の上位30位、国立大学のトップ30、私立大学のトップ30が公開されていると。調査方法は高校生に対するアンケート調査、調査対象は高校生です。調査人数といたしまして約20万人というかなり大規模な調査となっています。こちらの URL から実際の記事読めますので、ぜひこちらのページもご覧ください。こちらの URL は概要欄に載せておきます。早速本題に入っていきたいんですが、この動画の流れとして国立大学、公立大学、私立大学の順にトップ30を解説していきます。まずは国立大学、トップ30こんな感じになっています。30位熊本大学、29位東京外国語大学、28位福島大学、27位新潟大学、26位弘前大学、25位金沢大学、24位東京芸術大学、23位群馬大学、22位宇都宮大学、21位広島大学と。熊本大学と金沢大学は前回は県外でした。また大きくランキングを上げた大学としては新潟大学と東京芸術大学ですね。確かにここ最近でよく名前を聞くようになったなとは思います。熊本大学の動画僕作ったんですけど、全然再生されてないんですよね。あんまり人気ないのかなって思ったんですけど、一応30位には入ってるんですね。次に20位から11位です。20位東京工業大学、19位埼玉大学、18位山形大学、17位岩手大学、16位茨城大学、15位三重大学、14位静岡大学、13位お茶の水女子大学、12位横浜国立大学、11位一橋大学と、東京工業大学5つ順位を上げていますね。まあ偏差値の高い大学なんで人気は出るだろうなと思います。埼玉大学は昨年と変わらず19位です。岩手大学、茨城大学に関しては県外から16位17位に入っていると。すごいですね。ちなみに僕前の動画で茨城大学を茨城大学って言ったんですけど、これ茨城らしいですね、正確には。その説は大変失礼いたしました。ちなみにその動画のコメント欄で脳内エフランじゃんって言われてちょっとムカつきましたね。15位の三重大学は7つ順位を上げています。一橋大学に関しては6個順位を上げて11位となっています。ちなみに一橋大学って偏差値ランキングでもかなり上位に入っています。以前偏差値ランキングの動画を公開しておりますので、偏差値ランキングを知りたい方はそちらの動画もご覧ください。そちらの動画の URL は概要欄に貼っておきます。そして国立大学トップ10がこちらです。第10位九州大学、第9位北海道大学、2つとも旧帝国大学ですね。第8位神戸大学、超南下大学です。第7位名古屋大学、名古屋大学も旧帝国大学ですね。そして第6位が千葉大学、千葉大学ここに入ってくるのすごいですよね。そんなに人気あるんだなって思います。そして第5位以上に関してはほとんど順位変動がありません。第5位東北大学、第4位京都大学、第3位大阪大学、第2位筑波大学、第1位東京大学と、このね上位3つに関しては前回から全く順位が動いてないんですよね。不動のトップ3と言っても過言ではありません。京都大学と東北大学はね、ここ抜いたり抜かれたりしてますね。でもね、こうして見るとやっぱり旧帝国大学が人気なんだなって思いますよね。まあ東京大学の第1位は一生変わらないかなと思います。行けるなら誰だって東京大学行きたいですからね。次に公立大学のランキングを解説します。こちらが30位から21位です。30位千葉県立保健医療大学、29位会津大学、28位山形県立保健医療大学、27位青森県立保健大学、26位静岡文化芸術大学、25位三重県立看護大学、24位茨城県立医療大学、23位秋田県立大学、22位明桜大学、21位愛知県立芸術大学と。これね、見ていただければわかると思うんですけど、国立大学ってあんまり変動なかったんですよ。一方で公立大学めちゃくちゃ順位変動してます。千葉県立保健医療大学9つ順位を落としていますね。また会津大学、三重県立看護大学に関しては県外からランクインしています。愛知県立芸術大学に関しては7つ順位を上げています。慶応大学って僕名前大好きなんですけど順位下がってますね。次に20位から11位、20位福井県立大学、19位京都市立芸術大学、18位福島県立医科大学、17位滋賀県立大学、16位埼玉県立大学、15位高崎経済大学、14位神戸市外国語大学、13位福岡県立大学、12位京都府立大学、11位宮城大学となっています。このページはかなり順位を上げている大学が多いですね。でもね、これ順位を上げている大学があるってことは順位が下がっている大学もあるんですよね。なんで本当に順位の入れ替わりが激しいっていうことです。京都府立大学とかかなりリクエスト多いですからね。ちょっと今度動画で解説しようかなと思います。宮城大学が公立大学ってもう何も信じられないですよね。どう考えても名前的に国立大学だろって言いたいんですけど、公立大学なんですよね。そしてこちらが公立大学のトップ10です。第10位国際教養大学、第9位愛知県立大学、第9位兵庫県立大学、第7位岩手県立大学、第6位北九州市立大学、
第5位大阪公立大学、第4位横浜市立大学、第3位名古屋市立大学、第2位静岡県立大学、第1位東京都立大学とトップ10ですらかなりランキングが上下してます。ちなみに大阪公立大学、これ4位10位下げて5位なので、前回実は1位だったんですよ。大阪公立大学って2022年4月から大阪府立大学と大阪市立大学が合併してできた大学なんですよね。なので新しくできたがゆえにランキングがちょっと下がってしまったっていうところです。ちなみに前回のランキングでは大阪市立大学第1位でした。そして大阪府立大学が第4位だったんですよね。で、合併したら 1+4 でなぜか第5位になってしまった感じです。平均値とか取らないんだなって思います。普通に第5位に下がってました。ちなみに今回第1位の東京都立大学も実は名前変わってるんですよ。これ首都大学東京ですね。でもこっちは合併したとかではなくて純粋に名前が変わっただけなので、なんかランキング上がりましたね。個人的にね、大阪公立大学大好きなんでランキング上がってほしいですね。次に私立大学のトップ30を公開します。こちらが30位から21位です。30位京都産業大学、29位国士舘大学、28位常陽大学、27位國學院大学、26位専修大学、25位福岡大学、24位愛知大学、23位龍谷大学、22位順天堂大学、21位帝京大学と。これね、見てて思うのが、僕の動画の再生数とある程度関係してるんですよ。龍谷大学の動画めちゃくちゃ再生されてたんですよね。やっぱり人気あるんだなって思いました。ちなみに私立大学も結構ランキングの上下が激しいですね。またトップ30ってなると、やっぱり私立大学でも名前の聞いたことのある大学ばかりですね。次に20位から11位です。20位日本体育大学、19位名城大学、18位東洋大学、17位中京大学、16位関西学院大学、15位東海大学、14位法政大学、13位立教大学、12位日本大学、11位立命館大学です。東洋大学のリクエストめちゃくちゃ多いんですよね。ちょっとね、これもね、動画にしたいなと思ってます。こちら関西学院大学ですね。関西学院大学、前回よりも3つ順位を落としています。ちなみに僕動画で関西学院大学を関西学院大学って言ったことがあって大炎上しましたね。そんなに炎上するかなって思うんですけど、その説は失礼いたしました。ここまで30位から11位までを見てきましたが、マーチとかカンカン同率はやっぱり上位に入ってますね。そして私立大学の人気ランキングトップ10がこちらです。第10位駒澤大学、第9位同志社大学、第8位中央大学、第7位上智大学、第6位早稲田大学、第5位関西大学、第4位明治大学、第3位慶応義塾大学、第2位近畿大学、第1位青山学院大学と。トップ10はほとんどランキングが動かないんですよね。青山学院大学なんてもうこれ不動の1位ですよね。青山学院大学っていろんな大学ランキングで1位を取ってるんですけど、例えばおしゃれなイメージ大学ランキングでも第1位です。しかもめちゃくちゃ偏差値高いと。頭も良くておしゃれっていう無敵の大学ですね。ちょっと褒めすぎたんで、そろそろ他の大学の紹介しましょう。第2位の近畿大学はね、純粋にね、学生数が多いんですよね。日本最大規模の大学なので関西では一番人気ですね。早慶がね、3位と6位っていう、僕の偏見かもしれないですけど、早稲田慶応ってなんかいつも微妙な順位にいる気がするんですよね。あんまりね、1位ってないんですよね。偏差値ランキングで私立大学の中だったら1位なんですけど、国公立入れるとトップ10ぐらいじゃないですか。あんまりね、1位に入ってることがないような気がするんですよね。はい、この動画では人気大学ランキングを解説しました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。普段は各大学の偏差値や学費などの詳細情報や評判、口コミなんかを紹介しておりますので、もしよかったらそちらもご覧ください。気になる大学があった場合は、大学名スペース大学紹介チャンネルで検索していただければ、僕の動画が一番上に出てくると思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。